1993年のオリックスブルーウェーブでは、1993年のオリックスブルーウェーブにおける動向をまとめる。この年のオリックスブルーウェーブは、土井昭三監督の3年目のシーズンである。過去2年間西部、近鉄に大差をつけられての3位に終わり、土井監督は、今年こそ優勝すると、意気込んで3年目のシーズンに臨んだ。投手陣では、 松永博美との交換トレードで、阪神から野田浩二が加入したことで層が厚くなった。ものの、打撃陣は松永をはじめ、ブルーマーウェルズなど、阪急時代の主力がトレードなどで対談した影響も、あって弱体化が進み、開幕前から A クラス入りを不安視された。チームは5月までまずまずの戦いぶりを見せたが、6月には、大きく負け越して、A クラス戦線から脱落すると、西武 日本ハムの後陣を敗する苦しい戦いが続いた。投手陣では、野田、星野信幸、長谷川主家都市が一年通して、ローテーションを守り防御率は西部に次ぐ 3.24? で2位と検討するも、打撃陣は、甲府町の波が激しく、特に前年打率2位のケルビン・トーベは53打席、連続無安打になるなどスランプに陥り、リーグ2位の125本塁打も記録するも108。 平殺打を記録した。夏場以降は、直近19と大きく勝ち越して3位争いをした、近鉄を突き放したが、3年連続の3位に加えて、就任以来一度も、優勝争いに食い込むことができず土井監督はこの年、限りで辞任した。網掛けの選手は逆指名による入団。ありがとうございます。